かあったのかと思った。ごめん。で、どこ行ってたの？しなこのアパートに行ってた。あ、いや、つまりあいつが風邪ひいて熱出してたから看病してただけで、あいつも一人暮らしだからさ、やっぱほっとけないじゃん。しょうがないか。何も要求しないって言ったもんね。優先権はしなこ先生の方にあるんだし。でもそんな